よし、本日もアニメレビューの時間です。連続投稿とは何だったのか。私たちはその謎を解明するために横浜の奥地へと足を運んだんや。そこにいたのは仕事に追われた龍さんでした。社会人の辛いところやな。寝てるだけでポストに100万円届かないかな。それが許されるのは石油王の息子くらいや。世知辛い。そんなわけで今日のレビューはこちら、大人の防具屋さんだよ。あれ、これ前にレビューしてへんかった？うん、このチャンネルの初期の頃、まだゆっくりボイスで、動画の作り方もかなり不慣れだったんだ。あれから時は流れ、声も変わり、姿も変わり、動画の作り方も変わったもんな。ゆっくり時代のものは作り直したい気持ちもあるんだって。この作品は2021年冬アニメに2期がやったので、見直したついでに再レビューだよ。2期やったってことは人気やったんか。うん、放送当時そんな人気だったって感じじゃないんだ。どっちかというと埋もれてた作品だったと思う。予想外の2期やったんやな。うん、この作品はポピテピピックの予告でやってた星色ガールドロップの監督をされていた人が監督をしてる作品なんだ。な、懐かしい。ありましたね。そんなポピテピピックという作品のタイトルを聞いてしまうと、期待してしまうのは荒唐無稽感だと思うんだ。クソアニメと呼ばれても愛されてる作品、それがポプテピピックやな。その期待を裏切らない1話冒頭の始まり、まさかのドット絵なんだ。さすがやわ。いきなりこれですか。うん、この作品ははっきり言ってめちゃめちゃ低予算だったと思うんだ。1枚絵も多いし、こういう風にドット絵だったり実写を使うことで作画枚数をかなり減らしてるのが見ててわかる。実写？うん、ヒロインの手の部分だけ実写化されたりする。くさ、いやむしろ描いた方が早いのでは。作画を減らすためなのか、意図的な演出なのか、どっちかわからないような演出も多くて、予算の少なさのごまかし方をうまく演出の面白さにしてると言ってもいいね。確かにこれはわからんわ。予算少なくてこうなったのか、意図的にこうしとるのか。 RPG 的な演出も多くて世界観もすごくわかりやすい。この作品はタイトル通り大人の防具屋さんの日常を描いてる作品なんだ。大人の防具？ファンタジーな世界には時折装備の防御力よりもセクシーさを押し出した装備が存在する。ああ、ビキニアーマーとかですか。うん、このお店はそんな大人な防具専門店。くさ、入る時に18って書かれたのれんがありそうやな。大人の防具に情熱を燃やす店主、そこで働くヒロイン、ヒロインに惚れた主人公を中心に大人の防具屋さんでの日常が1話5分ほどで描かれてる作品なんだ。なるほど、なんかちょっと出落ちっぽい感じはありますね。この作品出落ち感のあるネタではあるんだけど、それが感じにくいんだ。演出で遊んでる部分もそうなんだけど、序盤はベタにこのタイトルから想像できる内容が描かれる。いろいろな防具が出てきて、そんな防具の効果で起承転結の話が作られてて、クスクスと笑える。中盤からは店主がなぜ大人の防具に熱意を抱いてるのかが描かれたり、終盤では魔王がやってきたりもするんだ。ま、魔王、大人の防具で対抗できるんか。1話から最終話まできちんとストーリーが描かれつつ、1話完結のギャグを見せながら物語が展開してて、きっちりと1クールで話も締まるんだ。2期があってもいいし、なくてもいい終わり方になってて、すっきりとした作品に仕上がってる。おお、逆にこの終わり方で2期があるとは予想外やったんやな。うん、このタイトルだとセクシーな作品を想像しがちだけど、そんなにセクシーなシーンはない。お風呂シーンくらいかな。意外と健全。ギャグの好みは人によって大きく違うけど、そこさえ合えば遊びまくった演出の面白さと大人の防具屋さんのドタバタ日常コメディが楽しめる作品だよ。試しに1話だけ OP だけ聞いてみてほしい。 OP が曲じゃないってのもこの作品らしいところだから。曲じゃない？一体どういうことや。それはぜひ本編でお楽しみください。く、ベタ卑怯パターン。じゃん。